エイトです。あ、間違えた。エイトです。テンちゃんです。寒い。バラバラ。我々は今、どうしても行きたいサウナのために、長野まで来ました。はい。周りのこの雪が、やばいやばい、ちょばーお、お、お、落ちてる。わ、力落ちてる。おはい、長野にどうしても行きたいサウナがあって、来たかったです。とりあえずすいません、中に入りたいと思います。はい。1分過ぎしか出てないのにもうえぐいんやけど、やばいね、メガネが頭に雪積もってるよエラダルマです。そう、あたない。このサウナね、ザ・サウナっていうところなんですけど、サウナ専門のサイトのサウナ行きたいでトップ10以内かなに入ってるところで、2人でどうしても行きたいねって言って今回来ました、はい。でここのすごいところはね、サウナって基本ね男性と女性別々なんですけど、水着を着用して入るから一緒に入れるんでね、その様子もねお見せできたらなと。ってことは実際テンちゃんの水着姿の公開ってことですか。えじゃあ早速ね中入っていきたいと思います。はい、めっちゃおしゃれ。すごいね、めっちゃおしゃれ、おしゃれ、ね、この辺めっちゃ欲しいもんいっぱいあるもんね。 T シャツがめっちゃ可愛い。アイシシめっちゃいいね。サウンドフット落としちゃったクマ、かわいい。てかさ、やばくないこれ、暖炉がある。あったかい。暖炉って憧れるんだよ ね。家に暖炉置きたいもん。置けないけど雪と暖炉、うん、せっかくだから暖炉の前で記念撮影しよう。はい、チーズ。今日ね、泊まる部屋がね、面白いところなんですよね。行きましょう。はい。すごいよね、これ。いいね。本日泊まるのはね、わかるかな？ドミトリーです。ドミトリーのね、貸切プランがあったんで、それにしました。素晴らしい。そう。こんなドミトリーに寝るのなんてさ、何年ぶりよって話よね。二段ベッドってワクワクして、ね、まあ今我々は2人なんですけど、実はねこれもう2人来てるんですよね。はい、動画でも出たことあるね、まあ、クレちゃんとうちの妹のともみです。4人旅イエイ。で今チェックインしてね、あと2時間後ぐらいかなにちょっとサウナね貸し切りプランで、まあ、4人で入ります。それまでねちょっとのんびりダラダラしようと思います。はい、それでは今からサウナに向かいたいと思います。よし、ホップ。ここで履き替えるの？やばくない？寒い寒い。そうでしょって感じ。やばいやばい。おお、あっち冷た。やばいやばい、サンダル凍ってるてんちゃん。あっち。あ、やばいやばい。おお、いけたいけた。はい、ここ休憩場所になってます、はい、椅子使ってもらって大丈夫で、はい、了解です。はい、1セット目終わりました。雪にダイブしても OK らしいんで雪にダイブします。お冷たいです不要で冷たいです。椅子ダイブ行ってらっしゃい。冷たいよ。辛いでしょ。やばいよね。これはここにかけたらやばい。はぁ、あ。いやぁ、エモいわ。これ焚き火めっちゃいいっすね。どうですか？いやぁ、全然寒くないよ。ね。すごいね。次水風呂チャレンジしたいね。ちょっと長めに入ってね。はい。2セット目、水風呂行きます。ナイスファイト。すいません、お先行きます。やばい。おお、いけた。いや、雪ダイブより水風呂入った方が全然いける。入った瞬間めっちゃ冷たいんですけど、出てからはめっちゃ体ポッカポカすもん。うん。はい。ということで、無事にサウナで整って、これから夕飯でございます。
すごいとこで夕飯なんですよね、貸し切りで。すごいね、これあるの当たり前みたいな感じだよね。暖炉すげえな、すごい。こんな感じ。あ、ここに先に2人のカップルがいる。先に来てるカップルがいる。あ、クレちゃん、クレちゃんです。トウミちょっとすっぴんなんであれです。ここで飲めるってやばいね、ご飯も食べれるの、ね、あれをじわじわ入れてきたから。ああ、そういうことね。あー、ね、まあでもやりすぎましたけどね。ちょっとそんなに爆笑っていうほど何も面白いことずっと起きてなくない？そう、癖だから。乾杯。乾杯。強さはあるんですけど、リンゴのフルーティーから。ほんま。火の呼吸。火の呼吸。あ、お前使えたの。もう鬼滅ばっか本当に。ドモミヤ。鬼滅キッズだから。え、これあれですか、いちごに何か塗ってるんですか？これいちごにブルーチーズのソースを塗ってます。おナッツ、へぇ、はい、を乗せるんですね。なんかデザートみたいですね。そうなんです。酸っぱさよりも甘さが立ってるみたいな感じ。お、すごい。これ一口ですか？はい、いただきます。うん、チーズ、うん、いちごとチーズが合いますね。うん、美味しい。溶かすと卵、卵黄だけこうなるんですね。あ、冷凍。そうか、そうか。そうなんですよ。で、YouTube で見たことある。ね、ありますよね。すごい。そう。で、これを醤油とウイスキーで割った。つけておくんですね。おお。すげえ。卵炙ってる人初めて見た。すげえ、かわいい。すげえ。冷凍してるから持てる。いただきます。旨味卵爆弾みたいな感じ。醤油とウイスキー感じる。へえ、今までに食べたことないような感じ。でも美味しい。レンコンオクラです。このね、オクラじゃない、すいません、レンコンアンチョビです。ちょっと酔っ払ってます。いただきます。召し上がれ。うまっ。え、鶏のプリプリ具合やばくない？こんなツヤツヤしてることある？うまそう。サウナ後の肌みたいだね。サウナ後、確かに。もう最高ですね、これ。もうベストですね。お寿司みたいに手渡しらしいです。こう、酔っ払ってるわ。うまい。うん。やばいよ。これも本当に茹でただけです。茹でます。すいません、いただきます。はい。別の食べ物みたい。やば、うん、めっちゃうまい。ちょっとふんわり感じるぐらいの、ね、最高。ナイスで喜んでる。ね。黒糖を使ったお餅なので。燻製した醤油ですね。みたらしみたいな感じなんですね。これは最高やろ。最高。おお。自家製雪見大福。はい。ほんのり香ると。うまっ。マジ？うまい。マジか？うまい。雪見大福。うまい。うまい。マジンガー Z。 上品な雪見大福。酔っ払いました。酔ったな。あ、酔った。いや、あれカクテルがさ、うん、結構強烈やったね、あれ。ねえ、ほんとに、ね、でも飯もめっちゃうまかったし、もう美味しかった。あ、ということで皆様、もうすいません、勝手に楽しんで勝手に寝てしまいます。はい、バイバイ。おやすみなさい。エイトと。てんちゃんでした。バイバイ。あと、クレちゃんとともみもいました。バイバイ。バイバイ。